ラクトバチルスデルブルエキーは、ホモ乳酸発酵を行うグラム陽性の細菌である。形態は糸状に近い換菌。様々な発酵プロセスや天然の発酵物、あるいは動物の消化器官や尿路系から分離される。株により多様性が大きいが、いくつかの単糖類や少数の二糖類を発酵でき、乳酸を合成、増殖する。 以前は分離源などをもとに数種に分かれていたが、DNA-DNA 分子交雑法で高い相当性を示すこと、その他の性質にも大きな違いがないことから、1984年に統合された。本種は、ラクトバチルス属のタイプ種に指定されている。種名の由来は、ドイツの農芸科学者、マックス・デルブリュックへの懸名である。タイプ株は、サワーグレイ・マッシュから分離された。 エーティーク9649株である。ラクトバチルスデルブルエッキーブルガリクスは、ヨーグルトの生産に頻繁に用いられる。エルデルブルーキーの亜種の一つである、エルディーブルガリカスは、1905年に、ブルガリアのイシスタメングリゴロフによって、ブルガリアのヨーグルトから発見された。長く、ラクトバシラスブルガリカスとして知られていたが、1984年に、 本種に統合され、足扱いとなった。乳糖から乳酸を合成することができ、大抵は、ストレプタコッカステルモフィルスと共存している。ヨーグルト生産に、最も一般的に使われる菌である。L ブルガリカス GLB44 などの LD、ブルガリカスのいくつかの株もバクテリオシンを産生し、インビトロで望ましくない細菌を殺すことが、示されている。ありがとうございます。